はい、もちもち TV のもちです。今回ですね、先週1月12日かなに発売したキング&プリンスのコンサートツアー2021リセンスを買いました。それがこちらですね。まあ、こちらなんですけど、まあ5人の顔がまあアップになってるパッケージなんですけど、まあ僕が買ったのはまあブルーレイ版のまあ初回限定版を買ったので、まあこの前買った嵐のまあ This is 嵐のブルーレイの初回限定版と、まあ、結構似たようなパッケージ、似たような感じなんですけど、まあこんな感じのもう厚い感じの箱に入ってて、でまあ中を出すと、まあ二つに分かれてるんですね。まあこんな感じで二つに分かれてて、でまあ一つはまあこちらですね。まあ写真集、まあこれ嵐の時とまあほとんど一緒な感じなんですけど、まあこんな感じで写真集、ライブの写真集が入ってて、でまあこちらですね。こちらはライブの映像のディスク1とまあディスク2で、あ、こっちがディスク1でディスク2ですね。このライブの円盤自体はほとんど似たような感じのデザインなんですけど、まあディスク1のライブを今ちょっと流してるっていうか後ろに映し出されてるのがまあディスク1なんですけど、まあとりあえずもともとキンプリは気になっていたんですけど、まあ初めて今回ちょっとキンプリのもの、まあライブの映像を買いましたね。なんか前回の動画でまあなにわ男子の FC に入ってみたっていう動画をアップして、でその前々回ぐらいかな、ジャニーズジュニア全員にファンレターを出してみたっていう動画をアップしたり、で今回キンプリじゃないですか。なんかいろいろ手を出してるな、掛け持ちみたいになってきてるなと自分でも思ってて、もちもち TV ならぬ掛け持ち TV ですね、これは。でまずライブ本編の感想なんですけど、まあ平野翔くんが言ってたんですけど、まあセットがまあ綺麗、本当にキラキラしてて、もう植物が結構ふんだんに使われてて、まあ平野翔くんがまあ植物を入れたいっていうのを後からのインタビューみたいなので言ってたんですけど、まあその植物の南国の雰囲気と、まあ都会的な雰囲気と、あとキラキラした雰囲気が全てマッチして、なんかすごいいい感じに仕上がってったなって思いますね。でその3つの雰囲気が、まあどこか近未来的な雰囲気を出してて、まあその近未来的な雰囲気のセットの前で、この物語が展開していく、もうライブという物語が展開していくみたいな感じでしたね。もう最近ドームでのツアーばっかり見てきたので、なんかアリーナツアーを見るっていうのが本当に新鮮で、もういつぶりかわからないぐらい新鮮な感じなので、やっぱりアリーナツアーってお客さんの距離が近くて、まあいいなって思いました。まあそして恥ずかしながら、まあキンプリはちょっとにわかな感じ なので本当にシングルぐらいしか把握してない状態でライブを見たので、まあ、知らない曲も結構あったんですけど、まあ、シングル以外だと、今君に伝えたいこと、まあ、この曲本当に良すぎません？なんというか心に染みるというか、まあ、こんなこと今更言ってたら本当ティアラの皆さんは、なんだあいつもう恥ずかしいなみたいな、そんな感じなのかもしれないですけど、本当に心に染みたいい曲でしたね。あとキンプリってなんかもともと顔面偏差値が高い、もう全員完成されてるみたいな感じで、まあ、デビューしたと思うんですけど、まあその状態のイメージがあったんですけど、まあその状態をこのいい感じにキープしたまま、そのなんというか大人の色気みたいな、魅力みたいのがちょっと膨らんでて、なんか色気全開だったなみたいな感じがしました。まあそして MC ですよね。まあ MC ってもキンプリの MC ってどんな感じなのかなって、まあこれも初めて見たんですけど、なんか基本的になんか全員が喋りたいみたいな雰囲気が出てて、なんか嵐の時だとなんか誰かが喋って引っ込む、誰かが喋って引っ込むみたいな感じなんですけど、もう全員喋りたいみたいな感じで、なんか大喜利みたいな雰囲気でちょっと面白かったですね。まあ中でも翔くんがそのファンの名前を入れて歌を歌った時は本当に爆笑しました。まあそれから演出で言うと、まあメカアームが本当にすごいなと思って、あんなにもうアリーナならではの演出だと思うんですけど、もうアリーナツアーならではの演出だと思うんですけど、まああれだけメカアームがこうやって近くまで来てくれたら、なんかすごい誘導するんですよね。この辺まで来たり、この辺まで来たり、この辺まで来たりみたいに、本当に2階席の高さも結構な高さまで来て、でそれぐらいの高さまで来るので、あんなに近くに来てくれたら、もうスタンド席でも満足、アリーナ席じゃなくてもスタンド席でも楽しめるなって思いました。で本当にこれも今更なことだと思うんですけど、もうティアラの皆さんが聞いたら、おいなんだこいつは、うわーって感じになるかもしれないんですけど、なんか
神宮寺くんが、まあ、神宮寺くんが演出してるんですね。まあ、それも知らなくて、で、1枚目のこの映像を見た後で、2枚目の映像を見て、まあ、インタビューとかも絡めてた映像なんですけど、まあ、その特典映像で、まあ、神宮寺くんがそのライブを作ってるって知ったので、あ、神宮寺くんすごいなと思って、まあ、あの若さで、まあ、松潤もそのライブ作ってたり しましたけど、あの若さでもうここまでのライブを作れるかと思って、そのメカアームの発想といい、ほんと感心しました。もう本当にこのライブを見ちゃうと、もう、キンプリのアリーナツアーに行きたいなっていう気持ちがほんと強まっちゃいましたね。でもキンプリもすごい人気が出てきてるので、もうもしかしたらもう次からドームツアーなんですかね。まあ、この年、まあ、去年までは、アリーナツアーなんですけど、まあ、次からドームツアーになるのかなって、でもアリーナツアー見たいなみたいな感じだし、まあ多分ドームツアーにしたら入れる人も増えると思うんですけど、まあその分アリーナツアーと違ってその近い感じがちょっとなくなっちゃうと思うので、いやその辺難しいところですよね。まあそれ以前に僕まだファンクラブに入ってないかったんですけど、この前キンプリもちょっとファンクラブに入るか候補に上がってたんですけど、まあ、結果的になにわ男子に入ったので、いやこれもしかして3つ目その嵐なにわ男子に続く3つ目キンプリに入るのもあるなって思いました。なんか僕みたいにそこまでキンプリに詳しくない人でも、まあ、今回のライブは楽しめたし、本当かっこよさもあるし笑いもありで素晴らしいライブだと思うので、まあ、皆さんぜひ、まあ、僕がおすすめてるのもどうかと思うんですけど、まあ、僕ぐらいのポジション、もうキンプリレベル3ぐらいの、僕ぐらいの人が見ても楽しいので、もう本当皆さんぜひおすすめです。まあ、キンプリもなんか100万人今年もしかしたら行くんじゃないかぐらいのファンクラブの会員数の勢いだと思うので、まあ、100万人行く前にちょっと入ろうかなってちょっと迷い始めてますね。なんかこの前なにわ男子に入ったばかりなので、まあしばらくは多分保留すると思うんですけど、まあどうしようかなって迷いますね。はい、ということで皆さん、このライブを買った人とでも買ってない人でも、もうライブの感想とかキンプリの魅力とか、まあ、ここがいいよとか、まあ僕まだ初心者なので、キンプリレベルも初心者なので、もうこの下の方も底辺の、まあ翔くんの、あ、桜井翔くんの上の方じゃないですけど、本当にキンプリレベル下の方にいると思うので、なんかコメントとかでいろいろ教えていただけたらありがたいです。はい、以上もちもち TV でした。